兵庫の東京の母、ガガミョンでーす。ガガちゃんがくれたさ、ポカリスエットのせいでめっちゃ息臭くなった。なんで？それあんたのせいやろ、それ欲しいって言ってんから。びっくりしたわ。今日は、ガガちゃんに兵庫が彼氏を作る極意を教えてもらいに来ました。ほんまにどういうことなんか、こないだ占い行ったんですよ、手相の、なんかおばさんに占い。あれやろ、みんな行ってるとこやな。そう。行ったら、なんかあなたは25まで出会いませんって言われて。じゃあもう無理よ。今年20、じゃあもう無理よだけは言ったらいかんでしょ。だから今年に限らず、あと3年間ぐらいいい人に出会えないと言われたので、かがちゃんは素敵なお相手を見つけて幸せそうにしている子だから、よくも僕を教わりたいなと思って。これに関しては、なんか、彼氏を作る方法っていうよりは、恋愛苦手な人が、ちょっとでも恋愛やってみようかな、みたいな、思える感じの。ああ、なるほど。踏み込むやつ。そう、踏み込む系。でも、それが多分つながると思う。え、そうなんや。そう、それを教えてあげるじゃん。嬉しい。教えてあげるっていうほどのあれじゃないねんけど。え、じゃあガガの彼氏取っていいってこと？え、どういうこと？ガガの彼氏、その僕奪い合い、奪い合い春って感じ。なんかタイマー張って、だから、奪っていいってこと？ここでじゃあ負けた方が、勝った方が今そこにおんねんけど。そう、負けた方がこの家から出ていく。あ、いいよ、やろう。いいね。いいよ、言ったな。でも最終決めんのはあの人やから。あ、そうやった。もしかしたらヒヨゴンが選ばれるかもしれない。そうやな、確かに。ヒヨゴン選ばれたらもうとりあえずここベランダなんですけど、ここのベランダから飛び降りる。1個いいですか、ちょっと気になって、どうぞ。でさ、ガガちゃんが多分体重が軽すぎてこのソファに寄りかかっても一緒に行かないんだろうけど、ヒヨが寄りかかるたんびに数センチずれてるんですよ、後ろに。さっきからずっとほら、ちょっと斜め、私の方だけ下がってちょっと斜めになってるんだよね。私そんなあんまこうやってやれへんからか。あ、そう、あ、姿勢がいい、ガガちゃん姿勢がいい。今じゃあ彼氏はいてらっしゃらない、いてらっしゃらないから来てるんですよ。じゃあ好きな人はいてらっしゃらない、いてらっしゃらないです。いてらっしゃらない。デートした方はいてらっしゃらない、らっしゃらない、らないんですね、はい。好きな人がこうどれぐらいの頻度できてないかっていうか、はい、あっていうのを知りたいんですけど。え、でも元カレが最後に好きになった人だから、去年の11月。あ、え、去年の11月、はい、いつ別れたの？11月。え、じゃあめっちゃ最近やん。最近じゃない、全然。え、去年だろ。2020年の11月。11月じゃないかも。10月、9月。いやいや、1ヶ月かかっても割と最近よ、それ。え、でも10月、じゃあ9月。9月、うん、めっちゃ10月。どっち？10月。結構恋愛体質だから、結構長く感じちゃいます。え、半年が？そう、私21年間おらんかったんだ。嬉しい、ほんまに。私今の人が初めての彼氏だから。え、でも、え、好きな人はいたでしょ、ところどころ。いたはいたけど、別にそんななんか、大恋愛みたいな、そんなちゃう。あ、そうなんや、私毎回この人と結婚するっていう勢いで好きになるんですよ。やば、本当に毎回、こいつしかおらんっていうぐらい好きになって、毎回バカみたいに泣いて、あのドーナツ食べて忘れるんですけど。でもめっちゃ素敵じゃない、それ。本当ですか？いい。最近気づいたけど、絶対メンヘラなんですよね。そう。うん、ちょっとメンヘラかも。なんで？絶対言わないけど、相手に。メンヘラ。私、友達でも結構メンヘラかもと思った、最近。友達メンヘラ起こすタイプ？そう、友達メンヘラ起こすタイプ。いや、なんか、気遣い？気にしすぎて、HSP ってあるじゃないですか。はいはいはい、絶対あれじゃんと思ってる、最近。お付き合いできて、もうイエーイ、バラ色の人生、わーいと思ったら一瞬で終わって、なんか。え、何ヶ月？本当に病だったんですよ。そう、本当。何ヶ月も経ったの？1時間とか。1ヶ月。あのさ、小学生じゃねえんだ。それな、2時間後に別れよう。2時間後はひどい。それ私が大恋愛のように語ってるのにキモすぎる。やばいなってちょっと思った。やばいでしょ。1ヶ月。1ヶ月から。どういうタイプがまず好きな？米村海斗。いい加減にしよう。めっちゃおもろいな。うん、米村海斗みたいな人が好きです。私本当に米村みたいな人が好き。そうそう、海斗キャッツ好き。結構海斗キャッツ、あれが好きな。大好き。にゃーにゃーにゃーって言ってるけど。そうそうそう、にゃーおー大好き、それが好き。海斗キャッツいいのそれで。ほんま、海斗キャッツでよければ全然すぐ紹介できるから。おいしい。海斗キャッツはでも友達で。友達やな。そうそうそう。けど、ああいうタイプの人が好きな。そう、なんか中性的な顔の人。ああね、まあ確かにな。そうそう。じゃか、ゴリゴリっていうよりは綺麗系が好きな。そう、女の子みたいな人が好き。可愛い。ああ。タイプ。じゃあ男らしくなくていいんや。じゃあ。いや、男らしいのちょっと無理かもしれない。あね。そうそう、なんか今時やな、めっちゃ。なんかサーフィンやろうよみたいなのは結構なんかもすごいすごいと思っちゃう。すごいって。いや、そうそう、別にいいけど、なんか私も結構アウトドアだからいいんだけど。うん、ブブさんさ、いいよね。おもちゃじゃないよね。そうだよね。それ先書いてあるゴム、それ、髪の毛止めるやつ。ね。本当に没収だからね。ブブの大好物持ってくるから。これやったらもう誰にも勝たれへん。これはどうぞ。これ、ほれほれ、大好き。あ、お座り。待って、
かわり、はい、グロフ、はい、すごい、はい、いいなぁ、ひよこも買われたい、なんでやねん、ごめんね、ガガちゃんち降りたいっしょいいよ、全然あそこに降り空いてるから、ゲージいい、ゲージどうぞ入ってくださいよ、っしゃ、今日か、ここが俺のどこだ、ひよこもここで、うん、家賃払う、家賃だけはお願いします、5000円で、5000円やったほうがいい、5000円で住めるの、ここ全然5000円でいいよ、よっしゃ、彼氏が出ていくのも時間の問題ですね私が出て行かせるか、ほんといい加減にしろでもその、あれはわかる、私昔は逆にめっちゃほんまにゴリゴリな人が好きやったんや、うん、そうなんや、でもぽそう、ガガちゃんそういう人が好きそう、それめっちゃ言われねえけど、うん、なんかほんまになんかウェイみたいな、うん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 、そっち系の方がかっこいいなって、うんうん、ずっと学生時代とかは、うんうんうん、そっちの方が好きになりかけてた、うん、なりかけてたそっちの方がちょっと好きなタイプ違ったけど、うんうんうん、傾向だったの、もう今では全然違うね、うん、だってもう彼氏さんがね、うん、もうガガちゃんの彼氏さんは本当にザって感じ、何をザって、ザ中性的じゃないですか、あ、中性的なのかな、めっちゃ可愛らしいお顔、あ、でも確かに可愛い系、スタイルいいし、うん、確かに可愛らしいお顔かな、そう、だからこの間ガガちゃんのストーリーで、うん、え、ガガちゃんの彼氏ゴリラみたいな人が登ってたみたいな来てたじゃないですか、まあ反対すぎて、そうなんだ、そうよなっていう、ガガちゃん別に容姿の話したりせんし、彼氏の、そうよなと思って、ピクニックとか一緒にするできる人がいい、あ、素敵やね、そう、分かる、そういうの楽しんでくれる方がいいな、そう、そういうのがいい、分かる分かる、でもクズみたいなのに夢中になっちゃうから、うん、クズに、そう、クズに夢中になっちゃう、だから今回は何かしらの答えを出してくれれば私帰らないので、あ、ほんま、はい、何十時間かかってもこの家にいるので、あ、おるんや、はい、めっちゃ迷惑ですよね、うん、そうやな、帰らせたいでしょ、うん、だから絶対答えを出してほしいんですよ、あ、そういうことね、はい、でもな、ひよこそんなんさ言い出したら私の方が恋愛できひんタイプやから、なんで、だって私全くもう好きな人全然できひんし、だから意味が分からん、それガガちゃんが彼氏がおらんかったのが謎で仕方ないかも、結構だって21年間彼氏おらんかったもん、なんでそれ本当ですか、うん、信じてないけど、リアルマジでおらんかった、すごい、手も繋いだことなかったし、その私に相談して何がしたいんかなとはちょっと思うけど、うん、でも本当にガガちゃん大好きで、うん、なんかもういい女なんですよ、ガガちゃんって、ヒョゴンから見たら、あれ分かるだろ、いや分からないわ、そのなんかさ、いや分かるだろ、なんかなんかしょうもないやつに絶対なびかない感があって、うん、かっこいいの、嬉しい、なんか恋愛に依存するタイプじゃないでしょ、ガガちゃん、うん、でしょ、もう別にないならなくていいみたいな、うん、その感じが、そう、俺ならいいや、そう、私と真反対すぎてかっこいいなと思う、あら、でも相手やって、それは好きになる相手で結局変わる、世間で言うクズっていうさ、うんうんうん、男の像があるわけやんか、うんうん、そういう人たちってなんか自分のこと好かれてんのはめっちゃ好きやけど、うんうん、自分が依存せえへんや絶対に、うん、そう、確かに確かに、っていう考えがまず思考がクズやんか、うん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 、っていう人だってうまいからさ、うん、そこの罠にハマっちゃったらさ、もう一生抜けへんわけよ、うんうんうん、けど、うん、例えばヒヨゴンが、うん、ヒヨゴンみたいなタイプと付き合うとするよ、うんうんうん、じゃあめっちゃうまくいくと思う、大っ嫌い私みたいな人、なんでやねん、うるさっと思う、いや、じゃあ、そう、あの声量の問題ではなく、声量の問題を言ってるんじゃないです、こっちもそう、今新事実発覚、私のことを声量的にうるさいと思っとったらしい、ガガちゃんはガガちゃん、私のこと声量的にうるさいと思ったんですか、あ、間違った、声量的にうるさい人はもっといっぱいおる、で、何の話してたっけ、分からん、毎回分からなくなるんだって、ヒヨゴンが好きなタイプ、そう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 、じゃあその、でもヒヨゴンが典型的にクズなタイプを好きになると思うけど、うん、何に惹かれるんじゃ、逆にその、なんか、うん、それこそだから私と真反対すぎて、うん、何考えてるか分からない、ミステリアス系、そう、ミステリアス、うん、で、なんかさっきガガちゃんも言ったけど、うん、そういう人たち依存しないタイプじゃないですか、うん、依存させる方じゃないですか、うん、だからそのなびかない感じに惹かれる、うわうわってな、これどうやっても無理なんやろうなっていうところが好きな、そう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 、あかんやん、え、でもそれじゃなくて別に可愛い人も大好き、あー、ただただ可愛い系が好き、可愛い系でも好き、だから年下が好き、年下大好き、年下大好き、意外、めっちゃ年上好きそう、そう、年上が好きだったんですよ、前まで、うん、年上しか好きにならんって感じやったけど、うん、一回年下の可愛さを知ってしまって、もう年下しか勝たんなってなった、え、でもリアルに年下って付き合ったことある、超ある、あるんや、うん、それでハマっちゃった、じゃあ元彼が年下、その11ヶ月で、そう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 、どうやった、可愛くてたまらなかった、たまらなかった、うん、デメリットがすごいんだけど、うん、付き合ってる上で、うん、デメリットがすごい、もう毒針みたいにあるけど、そのデメリットを超えてくるメリットが私にあった、それで言うと私の、うん、なんか今の彼氏もともとずっともう 3,4 年前から友達やねんから、うんうんうん、でめっちゃ普通に仲いい友達やから、うん、恋愛対象として全く見られへんかったのね、うんうんうん、けど、うん、それが見れるようになったのが、うん、その言ってたやり方というか、うん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 、がなんか私ほんまに人のこと好きにならへんすぎるから、うん、どんだけ顔がかっこよくても、うん、何が良くても、うん、ほんまになんか自分の中の全てが揃わないと好きになられへんタイプ、なるほどなるほど、
そう、はいはいはい、けどもうそれじゃあかんと思って、うんうん、1回その周りの人間、うん、全員を恋愛対象で見てみようと思ったの。すごっ。そう、恋愛対象やったらさ、うん、その相手に対して自分ってめっちゃ優しくなったりとか、うん、確かに接し方変わるやんか、うん、それを全員にしてみようと思ったの、うん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 、じゃあモテ期が来たの。すごい。リアルに、うん、私ほんまにそのこっち東京出てきてからその告白とか別にそんなされたことも全くなかったんやけど、うん、それをしようと思って、うん、その期間が3ヶ月ぐらいそれをしたの頑張って、うんうん、周りの友達とかなんか、うん、何いろいろ、うん、例えば自分の後輩とか、うん、なんならおかま相手でもしたの、それをしたのね。面白すぎる。そうそう、うん、ほんまにほんまに接する人全員に、うん、じゃあほんまにその間に えみたいなぐらい自分のところに何その好意を向けてくれる人がいてたから、すごい、あこれは本気で効果があるんやと思ったから、やった方がいい絶対。全員を恋愛対象で見るってこと？そう、やり方がわからない。え、どういうこと？恋愛対象で見るってどういう風に接するんですか？あ、じゃなくてその好きとか言うんじゃない、うんうん、じゃなくてその自分はこの人のことを例えば好きって、うん、思い込むとするやん、うんうん、じゃあその人に対して私多分その興味ないというか、うんうん、めっちゃ冷たいと思われるから、うんうん、その普通で接してたら、うん、だからめっちゃ優しくなるのね、うん、その時点で、うんうん、だから行動が変わるやん、うん、相手からしたら印象が変わるでしょ、うん、っていう感じ。だからその好き好きとか言うわけじゃない。あ、なるほどね。じゃなくて自分この人のこと好きやったら例えばどういう反応するかなっていう自分の行動をする。それをしないと。分かった。え、どうなるんじゃ好きになったら。好きになったらどうしよっちゃろう。なんかニヤニヤしてる。ニヤニヤしてる。あ、違う、あの、うん、好きな人とおったら、うん、結構本当になんか小学生みたいなこと言うけど、うん、結構私冷たくなっちゃうんですよ。あ、逆に？逆に。へぇ、ツンってしちゃう。ツンみたいな、うん、みたいな。あ、ね、うん、ツンってしちゃう。じゃあ真逆やね。そう、真逆。だから私全員を恋愛対象で見たら全員ふんふんふんって分かって、 あいつめっちゃ感じ悪くねってなるかもしれない。巷で、あいつさ感じ悪いよな最近だよな。じゃあなるかもしれない。多分真逆なタイプなんやわ、ガガちゃんとね。そう、うん、私は興味ない人には逆にそのツンなよ、うん、基本、うんうん、けど興味ある人にはもう人変わったぐらいいくか、あのなるから。え、でも私分かりやすすぎて、うん、ダメなのかも。あ、優しくしても、うん、もう分かりやすすぎる。好きじゃんって誰が見ても分かると思う多分。え、でも好きな人に好きって分からせるのって大事だと思う。大事。でもそっから進まなくないですか。なんか私そっからどうすんのって話か。そう、どうしたらいいか分からんくて、うん、優しくしてえ好きじゃんってなって、うん、そっからどうしたらいいか分からんくなって、うん、どうするんじゃん。待つ。あ、相手から。そう、行くだけ行って待つ。え、でもそれ良さそうやけどな、相手から。全然良くない。来へんの。全然良くない。来ない。そう、どういうこと。そのだって自分で好きって言って、うん、相手からしたら自分のこと絶対こいつ好きやんってもう 確定やん、うん、けど一生告白しちゃいけへんやろ、うん、え、どっちってなるやん、うん、それでモヤモヤして、うん、気づいたらそっちのこと考えて、費用のことばっか考えて、うん、あれ好きやんってなるやん、うん、そうかも。え、でも行くとこまで行って、うん、結局違うなって私がなることが多いかも。行くとこまで行って、あ、やっぱ好きじゃないってなるの。やっぱ好きじゃないっていうか、ここ行くとこまで行きました、うん、え、じゃあもうあと告白して時間の問題じゃんってなっても、うん、なんか違うんじゃねみたいな、うん、思い始めて、毎回は最後の恋人にしてやるぐらいの勢いで行くから、うん、だからなんかちょっと違う一面とか見えた時に、え、なんか違うんだけどと思ってこっちからフェードアウトすることが多いかもしれない。じゃあお前のせいじゃん。何やってるの。何やってるの。お前のせいだよ。だから人を見極めるあれがセンスがないのかも。あ、でも人を見極める目は絶対大事ですよね。女相手にしろ男相手にしろ。だから全部ガガに相談すればいいってこと。今度からこの人どうですか。そうそう、ガガちゃんこういう人どうですか。全部知らんガガちゃんめっちゃ冷たいよね。本当に冷たくないよ私。冷たいよな。え、冷たい。冷たくない。いや、なびっくりした。じゃあどうしろってこと最終的に。だからもう最初全員を、うん、恋人対象で見ろってこと。まあ一応ね。それでやらせていただきます、うん、皆さん一回そうしてみたら。一回私マジでじゃあ今日から3ヶ月間やってみて、うん、その結果報告をしにまたやってきますね。3ヶ月後に。3ヶ月後に投稿して。よかった、うん、それで報告して何もなかったら、うん、ガガちゃんが悪いということなので。何もなかったらもう私はもうここからもうバイって飛び降りてくださいね。そっからじゃあもしじゃあほんまに効果がなかったら一回タイマー張ろう。で、あのそこでひよごんにあの何チャンスをあげるから、ヒヨゴンが勝ったらあの、うん、やっぱいい、うん、もらって。いや、ちょ、1個いい、うん、勝てるわけないじゃん、ガガちゃんが私に。バカなの。あ、そっちなの。何センチ身長。153か4ぐらい。153よ。私って10センチ差があるんよ。確かに
こう見たら絶対私の方が身長高いと思ってんやろな、みんな。いや、ほんとね、スラッとしすぎて、私めっちゃ身長高いと思った時、初めた時びっくりしたもん。もうミニよ。そう、ミニチュア可愛いよってなったもん。ちゃうよ、もうちっちゃすぎて困ってんねん、私は。会ってみて、みんなも、今度、うん、会ってみよう、じゃあ。どこで会う？集合しようやん。どこで会う？みんな、まあ、みんな分かりやすいって、8個前とかでいいじゃん。8個前、とりあえず LINE してみんな、うん、じゃあよろしくね、8個前で。分かった、早く寝ろよ。うん、じゃあまた3ヶ月後ね。うん、じゃあ3ヶ月後ね。バイバイ。バイバイ。かかちゃん来てください。かかちゃんの方が近いから。あ、そう、はい。バイバイ。